こんにちは。まいちゃんねる前原です。はい、今日はこちらで遊びたいと思います。はい、トイレの便器です。トイザラスに言っていた便器型なんですけども、スライミー。ああ、スライムか。スライム。びっくりした。まあでもね、便器の中に入ってるスライムということなんで、あれっぽいんじゃないかな。あれっぽいんじゃないかな。じゃあ早速開けていきましょう。こんな説明が入ってましたね。トイレの中にスライミーって書いてあるんだね。やっぱあれっぽいんだろうね。指で押すと音が鳴るみたいなんだけど、本物みたいって。じゃあ開けてみましょうか。じゃあいくよ、せーので開けよう。せーの、ほい。お、あ、まだ袋入ってる。あ、パパのは黄色。黄色。僕のは水色。水色か。じゃあちょっと入れてみましょうか。よし、じゃあ入れてみましょうね。おお、一気に出てきた。あ、一気に出てきた。あ、出た出た出た。はい、じゃあちょっと実際鳴らしてみましょうか。いくよ。音フェチっぽいかな、うん、うわ、気持ちいいけど。気持ちいいね。この動画どうなの。昨日の動画に引き続き、これはやばいんじゃないの。やばいね。これ、これどうでもない、ね、ちなみに匂いは石鹸っぽいニュースね。だね、うん、だからなんだろう、石鹸臭いってのは全然ないですね。よかったよかった。このスライムちゃんとこうやってね、蓋しておけば乾燥を防げるっていうことなんだろうね。前台湾でね、買ったこのスライム、これゾンビの、あ、出てくるよね。まあ、これと似たようなもんだよね。だね、うん、中に入ってるものはスライムなんて同じかな。出てきた。あ、いいね、こうやって出せるから。ここで音鳴らしてみようか。音フェチ。えいちゃんもやってみて、あっちで。この音もやってみようか。これはやばい。これはいかん。もしお食事中にこの動画をご覧になっていた方々、大変申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。いやー、ちょっとね、あの、やってる本人たちはね、すごい気持ちいいんだよね。やってる本人たちはすごい気持ちくて、だけど、音がね。いやー、これ面白かった。トイザラスに言ってたんだけどね、うん、トイザラス限定だからね、これ、うん、これはいい買い物しました。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方は、ぜひいいねボタン、高評価、グッドボタン、ライクお願いします。そしてぜひ友達にも教えてあげてください。そして今回のおすすめ動画、いつものところに出てますので、ぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。最後の鍵ってなんない。